はい、どうも、今日も劇バトルやっていきましょう。チャンプルーです。Hi everyone, let's play battle today. I'm チャンプルー。ではね、今回夏美です。なんかね、あれだね。なんて言うんだろう。キャラの特徴を解説しながら、実際にどういった立ち回りをしてはいいかっていう、なんか実践ができるんでね。なんかいい機会だなと思いました。ちゃんとブラックヒロキまでやりますんで、お楽しみに。いやもうね、今回ね、夏美なんですけど、俺、いつもやってるコンボがね、飛びとんぼありきのコンボだから、飛びとんぼない時どうしようかな。飛びとんぼあるじゃん。あるけど、これ、ブレード飛びとんぼだから、ブレード飛びとんぼじゃないから、これいつもやってるのブレード飛びとんぼっていうやつなんだけど、あれだったらできるコンボがね、今回できないんですよ。いつもの、メカボー 3回当たったら飛びとんぼでバーンってやって、メカボー3回当たったらドーンみたいな感じ。強化弾持っている。うん、今のは掴まなくていい正解だ。オッケー、トイバレー決めて、トリバレ決めて。お、危ないよ。あら、振り落とされましたね。マジか。ほい、いやー、どうしよう。オッケー、とりあえずこいつはやっていく。ほいほい、オッケー。なんともギリギリの間を縫って当てていきました。もうね、ちょっとでも頭が見えたらもうダブバレを打たなきゃっていう、そういった衝動に駆られますね。よし、どうしようかな。マジで強化弾を取るのはいいけど、そっからさ、俺、ほい、なんて言うんだろう、つなげることができねえ。まあこれでいっか。 OK、 打ち落としていく。さてと、おーっと、ちょっと微妙だったね。今ちょっとが被ったね。夏美と、どうしよっかな。なんか強化弾打って前叩き回転入れて、強化弾前横地上横、難しいね。夏美でやれる気がしねえ。ちょっと頑張ろうか。ね。言うだけじゃね、なんともなれるね。実際にやってから考えましょう。ファイヤーパチンガーとか持ってる？サンダーですね。怖いですね。皆さん。絶対ね、未来を掃除して撃ってくるからさ、怖いんだよな。あの夏に対面しよっか。
わお、なんかすごいことなってる。何してんの何してんのマジで。2人してさ、仲良くラジコンで遊んでさ、いやこのダッシュ前難しいな。難しい。ということは俺ピコトロンとかもコンボ難しいってことか。ごめん、難しいね。許可が欲しいよ。さあトリプルバレル当たるか。あーんマジか。オッケー。トリプルバレルで今やれないんだね、あの HP。 やったと思ったわ普通に。というわけでね、なんかコンボがグダグダでしたが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching.